められるから簡単に2点取れると思って、で大事なとこは、はいはい、なんか今のルールだったら、あの当時の国際交代のルールだったらアンカーみたいな感じでワン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 になるので、そういうとこは大事なんですよ。連続ルールだったら難しいけど、まあ、乗ってるやつがやったら今のルールで4分2分だけど、普通に点が全然もっと取れるから、ディフェンスのルールが上げて応援の数増やして、僕はね外してるのがいけないんですけど、すいません本当に。そう、もうちょっと点取りたい、シンプルに。じゃあ今日きついで、次連続ルールだから点取って15点差開いた KO だから10点差つけて勝つ。はい、thank you.
か時間だけお願いします。みんなもなんか乗ってきましたね、今ね、ちょっとずつ
最初なんかやっぱ合わないのか硬いのか分かんないけど、ちょっと今日初合わせです。あ、そうあ、そうなんか。あのここで駒沢でやってたの。うん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 、ぐらいです。いいねいいね。ガチガチだな、そこ来た。あ、オッケーオッケー。あーよっ、どうすか、ちょっと早く。エロエロでしょ。おもろいっすね。エロエロですよ。おもろいね。お、そう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 、あの、ちょっと持ってきたんじゃないおもろいね。さあ、ふぅいいエロさがね。サムならダメだ。